マッチ棒パズル。正しい等式を作るのどれが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4+3=7 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+0=5となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は1-1+6=6となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4+4=6+2=8となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は21+15=4×9=36 となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は95-37=58となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。